はい、皆さんおはようございます。2017年の11月の30日、月末ですね。朝の5時29分です。よろしくお願いします。おはよう。お疲れ様です。ご苦労様です。どうもどうも。リスナーさんいらっしゃい。楽しんでいってください。はい、おはよう。カズ、おはよう。はい、おはよう。おはよはい、おはようございます。はい、おはよう。おはようございます。キツネだってキツネやってって言われて今日で最後なんだもん。なんか昨日のキツネ枠がなんか良かった良かったって言われたから、なんか匿名の方が書きやすいんだってコメントが。おはよう。半袖寒くないね。うん、寒さには強いんだよね、昔から。おはようございます。風船ありがとう。いや、なんもないよ。寝起きで今すき家食って洋梨食べて。体調悪くないよ。なんで？体調悪いっぽい。パルパルと妻には別れたみたい。え、それ結構前じゃなかったっけ？いや、すぐ別れると思ってたけど。カメラが今日は近いのね。そうですね。捨て頃出よう。出るか出ないか自分で決めるよ。まあでもリスナーさんの意見は汲み取ろうとは思ってるけど、目の色悪い？そう、体調いいよ、全然悪くはないね。
はい、ワドニー、ワドニー、おはよう。んー、どうだろう。少しリバウンド気味かな。あ、そうそう、カメラの位置をね、ちょっと変えたんだよね。あのね、すまんだよ。俺ね、病気になっちゃってて、マイケル・ジャクソンと同じ病気で、尋常性白斑っていう病気なのね。簡単に言うと、肌が白人みたく、アルビノって言った方がいいのかな。簡単に言うと、白人みたく白くなってっちゃう病気で、日焼けができなくなってるんだよね。肌がどんどん白くなってくの。ヨッサンとかも同じ病気なんだけど。おはようございます。こんにちは。昨日の配信面白かったです。ありがとうございます。サメちゃんと揉めてから涙目になってるよ。鮫島さんが昨日キツネ枠でも思ってた。俺がってこと？でも俺全然何も思ってないよ。あのね、違うんだよ。これ本当に思ってないの。俺結構正直に言う方なの。悲しい時は悲しいって言うし、辛い時は辛いって言うし、怒ってる時は怒ってるって言う方なんだけど、なんかね、違うんだよ。リスナーがそういう風に見えると思ったらそういう風に見るんだよ。だから俺がそう思ってるかじゃなくて、何かを見る時って自分の心で見るじゃん。だからそういう風に見えてるの。つまり、鮫島さんと揉めて涙目になってるっていう風に見えてるってことは、あなたがそれが悲しいっていう風に見えてるだけ。実際そうでしょ。だ、映画とかもそうなんだよ。自分が悲しい時にか、あの、見ると、映画が悲しく見えるんだよ。で、笑ってるように見えるんだよ。そういうもんなの。もう別に何も思ってないよ。いつものアングル。いや、三脚にもうくっつけちゃってるからめんどくさいわ。セックスは、はい、してますね。こんばんは。俺から見ても匿名だよ。うん、わかんない。今月は思うように儲かった。いやいや、全然だよ。ギリギリ。いつも潜って楽しんでます。コメント書いてよ。風船プレゼントありがとう。アイテム匿名入れても入れなくても配信者側に分かる。アイテムは、ちょっと待ってね。今、仕様を見てみるわ。アイテムは、俺には分かる。リスナーさんには絶対バレないんだけど、俺は、普通のやつをやったら多分、バレるはず。俺に。で、匿名入れるとどうだったかな？ちょっと待ってね。お知らせ、運営。今、見てあげるよ。アイテム。新カテゴリー、これかな。キツネ。アイテムを利用した場合、配信者には誰が使ったのか分かると。分かるね。俺はアイテムもらったら誰だか分かるようになってるね。うん、なんでコメントしづらいの。
匿名でコメントができて、匿名じゃなくてコメントしづらいっていう原理がよくわかんないわ。ステアカ作りゃいいじゃん。匿名って言って、匿名サムネ作りゃいいんだよ。匿名用の ID を作ればいいんだよ。ふわっちの方針じゃなくて、期間限定の企画だね。あ、YouTuber になろうと転校しようと思ってますね、僕は。来年から。配信よりも YouTube に比重を重きを置こうと思ってる。数年前にあなたからフォローされて誰だか分からず解除したわ。ごめんな。あ、別にいいよ。数年前ってなんだろう。ツイッターかな。ふわっちはやめようとは思ってないけどね、今のところは。ただ YouTube に動画は上げていかないと、ちょっと目標が達成できないかなと思ってて。本当は配信で頑張りたいんだけど、ちょっと限界が見えてきてるね。ニコ生やってたよ。ツイッターは結構フォローしてたね。気になった人とか、あ、この人配信好きなんだと思ったらフォローしてた。ありがとうございます。ネタの問題じゃなくてね、単純にアプリがユーザーを抱えてる層がでかいなと思って、マーケットがでかいと思ってて。あー、俺もスカッとしたよ。頑張ります。髪切ろうか迷ってるかな。髪切ろうか迷ってる。クソカスカオスとはまず対談をやりたいんだけど、カオスが意外と内向的っていうか、なんか結構小難しいっていうか、なんか配信に対して思うところがいろいろあるみたいで、俺は別になんか普通に対談したいと思ってるね。あ、クッキングはね、実はね、のんちゃんに、今後 YouTuber やるとしたらどんな動画上げてった方がいいかって聞いたら、クッキングだよって言ってたね、のんちゃんも。土曜日、捕まえるっていうわけじゃない、張り込みだよ。肌はね、子供の頃からよくガキの頃から綺麗って言われてたね。引きこもりだから部屋から出ないだけ。あとね、洗顔方法が多分違うんだと思う、普通の人と。パーフェクトホイップっていうのを使ってんだけど、普通に売ってる。まあ知ってるでしょ、パーフェクトホイップっていうの。それを100均とか、俺が使ってるのは無印の200円のやつなんだけど、泡立てネットでとんでもなく泡立てんの。で、それが正しい洗顔方法なのね。とんでもなく泡立ってて、こうね、バフンバフン言うぐらい、なんつうんだろうな、モフモフっていうぐらい泡立てんのよ。でも、こうやって逆さまに泡がついても肌から離れないし、動かない。プルンプルンプルンってできるぐらい。で、このモフモフの泡で、こう、なんつうんだ、包み込むっていうか、日本人ってその肌を傷つけすぎなんだって、欧米の人に比べて。まあ、日本人肌強いっていうのがあるんだけど、欧米の人に比べて。で、毛穴をごっそり取るっていうか、撫でるようにというか。だからまあ、美容とかね、詳しい女性の人とか、美容関係で働いてる人がやってる洗顔方法だ。カオス面白いよね。あ、嬉しいね、カオスがファンなの。単発だったね、ずっと。はい、ワードツ。俺にバレたくなくてアイテムしたい人がいるのかな。俺は投げてもらいたいけどね。できれば。そう、あんまり気にしないで、アイテムは。なんか、和道にバレたくないとか、
あんま気にしないでほしい。寝てるよ、寝起き。飲み雑はね、年末にちょっと一本入れようかなとか思ってて、年越しの時に。洗顔が全てだね。あの美容液とかって実は意味がない、意味がないとは言わないんだけど、ごまかしなの。あの、あ、まあ、美容液はいいんだけど、オイルケアとかもうほとんど意味がない。あの、俺、ネットワークビジネスやってた時に、あの、化粧品も扱ってたんだよ。で、肌のこと結構勉強したんだけど、肌っていうのは吸収する器官じゃなくて排出をする器官なのね。老廃物とかを出す器官なの。で、ガード、要は紫外線とかからのバリアの機能だから、あの、食べ物とか吸収する器官じゃん。完全に。外部から栄養素を取り入れようっていう。で、排出をする器官だっていう。だからいくら塗りたくってもダメなのね。それよりも運動をしたりとか、老廃物出したりとか、洗顔、要は老廃物が詰まらないようにしたりとか、そういうケアの方が大事だね。で、肌のターンオーバー3週間って言われてるから、3週間ね、あの、しっかりケアをすると、あの、肌は綺麗になるよ。あ、ゾフっていうメガネ屋さん行くんだ。寝落ちする？はいよ。うん。そう、結構勘違いしてるよね。ネットワークビジネスはもうやめた。そうそうそう。デトックス促すためのマッサージであったり、洗顔であったりとか。でもほら、なんか塗りたくって栄養素を取り入れようとしてる人いるじゃん。抜け毛対策はしてないですね、僕は。ネットワークビジネス稼いでる人は月、月収数百万。あ、全然いるよ。数百万、数億とかも全然いる。全然いる、全然いる。100万稼いでる人なんかザラにいるよ。うん。多分100万、月収不労所得で100万持ってても、トップリーダーではないね。中間ぐらい。うん。で、大体300万から500万ぐらい稼いでトップ。大体。ネットワークビジネスなぜ辞めたの？ね、逮捕されてクビになっちゃったの。で、そっから、まあ、一回もう極めたと思ってて、このまま行ってでもなんかこの道極められるなっていうのが体感であったから飽きちゃったんだよね。あ、もういいやと思って、未だに使うときますよ。いや、なくならないと僕は思ってます。断言できるかな。うん、自信を持って断言できる。なくならないと思います。で、化粧水は結構大事かもしれない。あの、変なね、塗りたくるのよりも化粧水と洗顔をしっかりやってたら肌は綺麗になると思ってる。あと食べ物だね。食べ物と運動だね。セブンティーンのサイトは結局やってないね、俺は。なくなるとしても2年後だけど、2年先を読める人って結構いないと思ってて、2年先に亡くなるとしても衰退傾向にあったから2年だと思ってんの。ニコ生もそうだったんだけど、あの、伸びてる状態で2年後に亡くなるっていう読みっていうのは多分経営をしたことない人だと思うね。会社とかのさ、あの、経営をしてたら分かるの、内部の事情とかがある程度。課金が3ヶ月後に伸びる。うん、ハートプレゼントありがとう。ヒゲは短くしたね。薄くなったんじゃない。セブンティーンなんでやらないの？なんでやらないの？いや、ふわっちの方がやって楽しいからだね。うん、10億の赤字があって2年なんてないだろう。10億の赤字があるのは親会社だよ。だから会社の形態がわからないんだと思う。多分親会社の決算報告書の話をしてるんだと思うけど、まず、ふわっちに関しては分社化っていうのをやってるの。分社化、要は事業を分けてるのね。で、分社化する時のメリットっていうのは、あの、会社ごと売れるからなの。だからサービス自体はなくならない。こんな金のなる企業を捨てるわけないじゃん。うん、そうそう、赤字って言っても借り入れの場合もあるし、そう、だから普通の家計簿とは違うから、会社の経営って。そうだね。だから狐37号さんは結構よく分かってると思う。だから潰れない、和道が言ってるの正しいよって、多分37号さんは俺のこと擁護してくれてるんだけど。で、11億の赤字っていうのは別に
大したことないかんね、普通の企業からすると。また遊びに来てください。暗いところが好きなんじゃない、ペット飼ってるから。ネットワークビジネスの成功の秘訣は早い者勝ちな気がします。いや、そんなこと全然ないですね。はい。サバ系どうなったの？僕は辞めました。グループ決算してるから赤字、補填したら分社化するだろうね。和道さんはジョン・タイターとか信じてますか？今日会社でジョン・タイターの話をしました。ジョン・タイターを信じるか信じないかで言ったら信じないですね。ただ面白いとは思いますけど。仮想通貨はね、100万超えちゃったから買わない。実はね、今回のふわっちのポイント、ふわっちのポイントって実はビットコインに変えられるんだけど、5万円分ぐらい買っとこうかなと思ったんだけど、今日で130万になっちゃったの。なんか買わなかったね。結婚はしない、するか。なんで俺は人に結婚をせが、何、何ですか、僕のお母さんですか？なんか結婚して幸せになれると思ってないです、僕は。サバゲあんな楽しいって言ったのにどうしたの？いや、サバゲは楽しいよ。借り入れは負債だろ。損益で11億の赤字でしょう。タイムリープとか。まあ、だからさっきも言ったけど、親会社がグループで赤字なだけでしょ。タイムリープとかタイムスリップロマンがある。俺はタイムスリップは絶対ないと思ってる。タイムリープとかは。ただ時間の概念を分かってないんだと思う。サメちゃんは未だに感謝してる。しますよ。大好きですよ。引退騒動の時にも助けてくれたのはサメちゃん。それはよくわかんないんだけど。助けてくれたのはサメちゃんだよがよくわかんないけど。仲直りっつうか、俺は喧嘩してないよ。ずーっと言ってるけど。すぐ飽きるよね。飽きたわけじゃないよ。便秘。よくわかんないな。結婚しなくても子供は作れる。僕とのんちゃんは子供はできません。3.11は人工地震ではないと思います。サバゲアメリカ人が気に入らないの？いや、放送見てたらわかるはずだよ。なんで俺がジョーズを抜けることになったか。アメリカ人が気に入らないとか全くないよ。鮫島さんに首に言われた。いや、多分放送見てない人だね、これは。イルミナティカードの未来予想の的中はどう思う？ジョジョの奇妙な冒険とかでもそういうのはあるじゃん。こじつけです。はい。不妊治療をしても治りません。はい。デリケートな問題なんで、デリカシーないと思いますよ。僕は答えをきっぱり言ったんで、デリカシーないんじゃないの？匿名だから何書いてもいいとか、ずうずうしいよ、ちょっとみんな。おせっかいなんじゃないの？ちょっと結婚しろとか、子供を作れとか。俺とのんちゃんの問題でしょ？来年のセリーグはどこが優勝すると思いますか？ごめんなさい、セリーグがよくわかりません。花火仕込まれてサメちゃん怒っただけ？花火大会仕込まれて。要は花火大会をやるな、花火対決をやるなって言って、で僕はやりますよっつって、でそのじゃあ上手に逆らうのかやめるのかって言われたから、じゃあやめますって言っただけ。俺は考え方が違かっただけだと思ってるから、別に鮫島さんもサバゲーも上手も誰か嫌いとかそういうのはないです。のんちゃん、年齢の問題でもないです。だから、そういうのやめた方がいいと思うよ。YouTuber は伸びるか伸びないかじゃなくて、自分が有利かどうかだけ考えてる、俺は。今の自分が YouTube をやったら、YouTube の方が伸びるんじゃないかっていう考え方をしてます。俺もそうだと思う。イルミナティカードなんでもないっつうか、まあまあ、都市伝説っていうのはこじつけだから。
謁見乱用？いや、謁見乱用っていうか、ジョーズのことと、サバゲーのことと配信のこと、俺のプライベートの配信のことは別問題だっていうのが俺の考え方なのね。で、まず、俺がリーダーだったらなんだけど、どんなことがあっても隊員にやめ、なんか、ルール守れないんならやめろみたいなことは、俺は言うのは間違ってると思うから、いずれ揉めるなと思ったの。例えば、どういうイベントには出るなとか、こういう配信スタイルはするなっていうのは、なんつうんだろう、サバゲーのチームのことと、ココがやってる配信のことは、別問題だと思ってるから、いずれ揉めると思ったから。だからそれは考え方の違いじゃん。だから俺は鮫島さんから給料もらってるわけでもないし、鮫島さんの奴隷でもないから、サバゲーのことに関しては俺はついていこうとは思ってたけど、それを言われちゃったら、ああ、合わないなと思ったから、即決でやめますって言ったの。いや、めんどくさかったら、だから、いや、別にめんどくさくないよ。考え方が違うからやめますって言って、あ、わかったっつって終わった話だから。ニコ生発表会について、触れてないっすね。ねえ、鮫島さんからお給料もらってるわけじゃなくて、でしょ？そうそう、自分で自分のルールを守るもんだと思うから。俺はだから鮫島さんの配信について何か言うつもりないっていうか。いや、違うよ。それ俺、越権乱用って言うんだわ、じゃなくて、あなたのコメントを俺が深掘りしたんだよ。みんなに分かりやすくするように。逆だよ、逆。まっすぐな心が好きです。サメなんかシカトしろ。いや、俺、鮫島さん別に嫌いではないよ。カメラ近くした。アメリカ人に捨て頃出るなって命令してた。あ、だからそういうところだね。いや、別に逃げだと思ってないけど。サバゲーやめた。サバゲーやめたんじゃなくて、サバゲーの道具はのんちゃん揃えたから別チームを自分で作ろうと思ってるね。変な人はずっといますよ。カメラの位置、前の位置の方がいい。鮫島が作ったチームなんで、ルールは気に入らなければやめればいいだけ。そう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 、全く同意見。お前はお前の放送をやるだけなんだから、鮫島にとやかく言われる筋合いで。いや、だから同意見同意見。だからやめたわけじゃん。一言でやめますで終わりだから。ね、鮫島さんもそれにグダグダ言ってないでしょ。わかんないけど。いや、ネームとかは別にこだわりはないけど、みんなで決めようと思ってるけど。相談凸ありだよ。全然かけてきてくれていいよ。登録は見やすかった。 Google AdSense の登録は見やすいの意味が分かんないかな。どういうこと？なんで上手は人の行動に口出すのかな。分かんない。ちょっと太ってきたよね。ちょっと太って、炭水化物取っちゃってるから今。もう一回立て直さないとね。やめたのが気になってるのかな。どうなんだろうね。わかんないけど。でもほら、俺は自分の生活を自分で守らないといけないから、放送は優先しないと、やっぱり。でもネットワークビジネスって、後から始めた人はいくら頑張っても先に始めたより稼げないから、早いもん勝ちじゃないですか。俺かなり後から始めたんですよ。で、追い抜いて、会社から上から7番目になったことあるんで、だから嘘だって、体験で言ってる俺は。理論で言ってるんじゃなくて、体験で、会社から上から7番目になりましたよ。だから早いもん勝ちじゃないです。多分ね、それはネットワークの仕組みを間違って理解してるんだと思う。まあ、会社によってルールが違うんだけど。まあでも頑張ったら頑張った分だけ入るっていうのがネットワークビジネスだと俺は思ってる。おやすみなさい。そうだね、走らないとね。目悪くなるよ。おやすみ。
でも基本的には頑張れば頑張った分だけ稼げるっていう認識であると思う。ただ、先行者利益って言って、早くやった人が有利だっていうのは間違いない。でもそれはね、1割ぐらいだよ、大体。早く入った方が有利は有利なのは間違いない。ネズミ講との違いはね、ネットワークビジネスの前に、実は日本が似たようなことを最初にやってたの。20年ぐらい前に。天下一家の会とかで検索するとわかるんだけど、無限連鎖販売取引法っていうやつなのね。刑法なの。刑法。ちょっと待ってね、突かかってきたね。もしもし。あ、もしもし。はい、もしもし。お名前お願いします。すいません、LINE は送ったんですけど、はい。匿名でもあ、ありですか？大丈夫ですよ。匿名さんって呼びますね。じゃあ、はい。すいません。よろしくお願いします。あ、この前あれか、自己破産について話した人か。あ、そうです。はい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 。よろしくお願いします。どうしたんですか？あー、ごめんなさい。なんか、人への依存っていうか、そういうのがやめられなくて。人への依存、男の人？異性、男性？あ、異性、それとも同性？いや、異性でも同性でも、人に依存したの？依存、なんかこう、人の、相手の状況を考えずに電話しちゃったりとか、なんか、そういうのがどうしても、まあ、確かに今もそうですよね。すいません。もういい、何何、勝手に想像しないで、勝手になんか答え出すのやめて 思ったこあ、とごめ言うんなかさら。い。え、どういうこと？何を変えたいの？何を悩んでんの？どういうこと？なんか自分で悩んで、勝手になんか俺の勝手な印象なんだけど、自分で何かをして、自分で想像して、自分で自己嫌悪になってるようなだけな気がするんだけど 今現時点の感想だと。そうですかね。何を不安に思ってるの？ごめんなさい、なんかうまく、いいよ、ゆっくりで。その相手の気持ちを考えられないのかな。
俺ね、相手の気持ちが分かる人間なんて世の中にいないと思うよ。それって多分エスパーとかさ、超能力者じゃん。はい。そう思わない？だから言葉が発展したわけじゃ そうですね。ん。うん。だから大丈夫だよ。みんな分かんないし、俺も分かんないから。うん。全人類わかんないから大丈夫だよ、相手の気持ちなんか。そうですね。うん。なんか自分にうん。うん。が集中できるものとかそういうのがないからそうなっちゃうんですよね、きっと。相手に依存しちゃうってこと？はい。いや、相手に依存するっていうのがどういう状況か分かんないから、匿名さんが、はい。何を指してるかっていう事例も分からないからさ、例えばどういう時にさ、依存してるなって思っちゃうの？なんかトラブルになってるトラブルっていうか、の？その配信者さんとかにも、簡単に DM を送っちゃったりとか。いいんじゃない？別に DM 送っても。うん。なんでそれでダメだなと思ってるの？別に DM 送っていいじゃん。好きなんでしょ？配信者が。うん、好きというか、その枠が面白かったりとかしたら、なんか頑張ってくださいとか、まあそういう DM だったりはするんですけど、いいじゃん、別に。ファンレターでしょ、昔で言うあところの。俺らはそういうふうに解釈して受け取ってるけど。ー、うん。来て嫌な思いしないよ。ああ、そうなんですね。いや、そうでしょ。いや、面白かったですってファンレター来たら。別になんか自分を責める必要ないよ。すいません。解決した。そうですね。大丈夫？解決した？いや、思ってることは言った方がいいよ。繰り返すよ。なんかが溜まってんじゃないの？ごめんなさい。何これ、なんか。大丈夫？はい、ごめんなさい。いいよ。またなんか悩んだら電話かけてきて。すいません。あ、いいよ。あんまり気ありにしがないとうで。ございます。はいよ。じゃあね。すいません。はーい。面白いね。何一つ状況が理解できなかったっていう。何一つリスナーも俺も状況が、何の話だっけ？ なんて日だっつって。
いや、聞いてもらいたかったんだよ。いや、頑張ってくださいって言うしかないでしょ。いや、殺意は湧かないよ、全然。いや、多分なんか、俺に言いたいことあるんだけど、うまく伝えられないんだよ。伝えようって頑張ってるんだけど、タイミングがあるんだよ、タイミングが。イライラマックス。しょうがないでしょ。言葉が苦手な人とか気持ちを伝えるの苦手な人っていっぱいいるんだよ。だから、そうそうそう。なんか聞いてもらいたかったんだけど、ネズミ講の話？ネズミ講の話。緊張するのかな？俺なんか配信者に凸かけて緊張するっていう心理がよくわかんないから。俺ら芸能人じゃないし、別に。言わないとダメ。まあまあ、あんま責めないであげてよ。なんか一生懸命さ、なんかこう悩みを相談したかったんだよ、彼女は。そうそう、いろんな人がいるんだよ。まとめてからにする？いいよ。はい、どうもどうも。シャイな人いるよ。甘やかすなってなんだよ。LINE 公開してるよ。登録したい人は登録していいよ。全然。プロフィールページに書いてあるんで。登録だけしておいて、タイムラインとか読みたいみたいな。ツイッターとかオープンじゃないから、 LINE は。登録してないと読めないから、クローズドな空間だから、好き勝手書いてます。身内限定 LINE ですね。いや、なんかリスナーさんに「キツネやって」って言われて、ワドはキツネの方が面白いって言われて、じゃあやるわっつって、今日最後でしょ確か、キツネ枠。あ、まあまあ、リスナーに付き合おうと思って、普段世話になってるからね、言うこと聞かないと。そうだね、子供向けではないね。寂しがり屋なんじゃね。どうなんだろうね、わかんないけど。あんまり俺はなんか他人の気持ちわかんないから、憶測とか考えるのあんまり好きじゃないんだよね。状況証拠だけで固めていくタイプだから。鳥好きだよ。捨て頃出るか出れないか、気持ちとしては出たいとは思ってるけどね、決めるのは便所さんだから。出るか出ないかっていうのは俺に決定権ないよ。なんであんま出てほしくない？リスナーとしてはどっちなの？俺のイベントじゃねえからさ。捨て頃って格闘技の、配信者の格闘技のイベントだね。かなり注目しててどうなったのか分かってないってことは注目してないでしょ。 ホームレス助ける話どうなったのって質問してて、かなり注目してるんだけど、かなり注目してるんだったらどうなったか知ってるはずだわ。 もうすごいね、文章1行の中で自己矛盾が半端じゃないっていうね。にわかにも程があるだろう。俺はいつでもどんな時でも部屋で配信してる時は凸 OK にしてるよ。別に。どんな小さい悩みでも大きい悩みでも相談は乗りますよ。2は滑るの確定とかじゃなくて、メンツが固まっちゃうっていう問題があるから。だから、同じ人同じ人になったら面白くないと思ってて。で、もし、便所さんがそういう理由で WAD を使いたくないっていうんだったら、俺はありな判断だと思ってるから、身を引くよ、ちゃんと。だから、全然いいよ。出なくていいと思う。間違いなく盛り上がりは1回。あ、まあ、それは1回よりも劣るかもしんないけど。あ、過去放送を見て注目してたのか。そういうことか。いや、上げ足取るよ。もう和道だもん。まあ、今週の土曜日。ああ、ちょっと待って。モニターが切れた。今週の土曜日ですね。
俺ね、喧嘩とつ負けたことは1回しかないんだよね。1回だけボロボロに論破されたことあるんだけど、それ以外ないと思う、多分。1回だけもう、リスナーも、俺もなかなか認めない方なんだけど、ディベートで1回完全に負けたことがある。かわいそうだよね。捨て頃出るなら川崎洋平とやりたいかな。選べるなら。俺、格闘戦、なんかね、それが本当に意外なんだけど、これマジの話ね、いつもの自己愛性人格障害が出てるわけじゃなくて、格闘技やってる人に DM とかでセンスあるって言われるの。で、俺、負けてるじゃん、いつも。ボッコボコにされてるじゃん。だから、なんか知んないけど、格闘技やってる人に、いや、和道さん自分のこと弱い弱いって言ってますけど、一番センスあるの和道さんですよとかすげえ来るんだよ。ガチ勢の人から。で、意外と手合わせするとね、うわ、強いわって言うんだよね。何なんだろう。論破したのはね、俺のこと完全論破したのはね、無名なんだけど、白玉霊園っていうやつは、北海道の配信者で白玉霊園ってやつなんだけど、簡単に言うと、ノエルがブレイクした時にアドバイスをしたやつだね。ノエルを、君はこうやったら大ブレイクするよっていうアドバイスをして、で、その通りノエルが変わったら、その日からブレイクしちゃう。めちゃめちゃ頭がいいやつがいいの。練習だね。試合はもうひどかったって みんな言う 練習を見て、いや、才能はあるって言って、試合はひどかったってみんな言う 試合はクソでした。本当に。試合は本当に心弱すぎるっていう。そうそう、デザイナーっていうかライターだね。リスペクトしてる配信者。まあ、配信者は全員リスペクトしてますね。親父に聞いたらもうアウトだっていうのを分かってるの。親父に聞いたら、まず30キロ走れから始まるのよ。もう、本当にガチの人だから、もう正論しか言わないの。あ、簡単だよ。30キロ走れ、毎日って。で、8時間トレーニングだ。行くぞ。で、本当にやらせるタイプの。言ったなって。お前勝ちてんだなって。分かった、勝たせる。何ヶ月後だって。よし、今から走ろう。毎日30キロなって。なんでかっていうと、親父が本当にそれをサラリーマン中にやってたから。毎朝10キロ走って休みの日は8時間トレーニングしてっていうのをサラリーマンやりながらやるような人だったから、絶対頼まない。無理です。そうそう、北海道の、そう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 。なぜそいつ自身はブレイクできない？いや、観察力とか持ってるのと、プレイヤーとしての才能があるって。そいつはでも自分のプレイヤーの才能を分析してたよ。なんか自分のことってやっぱ盲目になるんだよ。え、便所さん別に弱くないよ。強いよ。ただ怪我がひどいから、便所さんって握力ほとんどないんだよ。女の子よりないの知ってた？みんな握力。頸椎やってて、足もびっこ引いてるんだよ。隠しながらやってるんだよ。お父さんジャックハンマー。日本のキックボクシングのランクが確か1位か2位で、チャンピオンにはなれなくて、フィリピンと、じゃ、韓国とマレーシアで国内チャンピオンになってて、世界大会とか結構出てた人、親父は。現役のプロで。そうだよね。だから頭がいいかどうかじゃなくて、キャラが立ってるかどうかだと思ってる、俺も。配信は。トレ好きだね。匿名枠は今日までなんだよね。匿名枠今日まで。そう。だから、結構ね、だからインファイトも本来は俺みたいに突っ込んでいくタイプなんだろうけど、だから追いかけられないから、ああやってどしっと構えてガード固めて、カウンター狙いになっちゃうの。いや、俺弱いんだよ。ググったら出てくるよ。
負けた試合なら、だからびっくりしたよね。YouTube で動画見たんだけど、10万再生とか言ってたよ。親父の試合見る？親父の試合見たかったらキャプるよ。サバゲーチーム作んないとね。負けた試合なんだけどね。負けた試合でよかったら動画 YouTube に残ってたよ。見る？見たい？ちょっと待って、探すわ。これかな。ありがとうございます。頑張ります。じゃあちょっとみんなで見ようか。ポチッとな。すぐ負けちゃうよ。นับได้ว่าไม่เร็วทีเดียวครับแต่ว่ามวยไทยเราก็ชนะรวดกันมาแล้ว2คู่คู่นี้จะเป็นคู่ที่3似てる？ 似てる？มาแล้ว2คู่คู่นี้จะเป็น似てる？ でも俺が生まれる前だからね。今の俺より若いからね、多分。似てるんだ。คู่ที่3ครับของมวยไทยเรานะครับมวยไทยเราคู่นี้ก็จะเป็นคู่ที่3似てるんだ。นี่พี่เลี้ยงก็ถอดมงคลกันในยกที่1ทั้งโอนุกินั้นรู้สึกจะตัวเตี้ยกว่าเยอะนะครับจะเสียเปรียบมีเซนน้อยของเรามากอ้าว花は完全に親父譲りやね。สอนโอนุกิว่าให้ใช้หมัดให้ใช้หมัดนะครับทำท่าทางให้ชกหมัดซ้ายผ่านหน้าไปโอนุกิต่อยขวาดิเซนน้อยเตะขวาครับนอกทีซ้ายที่หน้าอกทีจับคอโอนุกิตีเข่าซ้ายเอาละครับเสร็จนะครับตีเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายอีกทีนึงตีเข่าซ้ายที่หน้าตีเข่าซ้ายหน้าเขาตีเข่าซ้ายตีเข่าขวาตามมาอีกทีนึงดิเซนน้อยเดินจี้เข้ามาโอนุกิชักแหยมซะแล้วครับตอนนี้ไม่เคยมาเก็ตัสเซียได้เหรอพยายามเตะซ้ายสกัดเอาไว้ดิเซนน้อยตีเข่าซ้ายตีเข่าขวาจับเขาตีเข่าซ้ายอีกทีโอนุกิรัดเอวไว้ก็ไปแยกออกมาดิเซนน้อยเดินลุกใกล้เข้าไปจับคอโอนุกิโยนเข่าซ้ายไปเตะซ้าย相手はねタイのあの史上最強って言われてるムエタイの選手だね。まあこんな試合ですね。あのタイの国民栄誉賞を取ってるあの伝説の3人いるって言われてる伝説のチャンピオンで、あのサガットのモデルになってる人だね。対戦相手は。音楽、弱すぎ、体の大きさ違うけど、実は相手の方が体重軽いんだって。あのディーゼルノイって言って、多分ドレさんとかの世代だったら絶対名前知ってると思う。ディーゼルノイっていうあの超有名な選手。ドレは客寄せパンダは嫌だ、免除の駒にはなりたくないと言ってたが、和道さんどう思いますか？考え方が小さい。あのドレさんは天狗になってるって言われてんの。そこであの、閲覧が取れるようになってからそういうことを言い始めたのよ。あの、もともと30人になった頃は、ごますってたわけな。あの、そういう配信者っていっぱいいるのよ。売名させてくれ、売名させてくれ、っつって。
で、自分が有名になったらこうなって、俺はすごい、俺はすごいって言いふらすようなタイプです。で、すごく嫌われんのよ。なんでかっていうと、配信で波がすごくあんの、閲覧が。なんか香川さんとかも実力あるけど、FC2 で配信やってた時なんか閲覧19とかまで落ちちゃってたのね。っていう、その時にやっぱ叩く人とかいっぱいいたのよ。でもいっぱい復活してたりとか、関信吾だってふわっち来たての頃すっごいかそってたのよ。ラジオ配信になって50人とかになって、でも今息吹き返したでしょ。だから、なんつうんだろう、結構長い目で見ないといけなくて、あと付き合いは大事にしないといけないと思ってて、なんか結構閲覧500取れるなんて、だってぶっちゃけニコ生で俺やってた頃とか立ち見え出てたんだからさ、同時閲覧多分1000未満だけど、500以上1000未満で、今はドルさんより実力あったのよ。だから、なんつうんだろう。あんまりね、同時閲覧の流れとか、ブームとかを、なんか自分は大手になったって勘違いしない方がいいと思う。干される、この世界から。長い目で見たら。だから多分ね、便所さんが言ってる天狗になってるとか、周りのリスナー、どれのアンチが、なんか最近ちょっとおかしくない発言って勘違いしてないっていうのは、そういうところを見てるんだと思う。いやいや、俺落ちるとは思ってなかったってさ、俺、よく言うんだよ、たまに。うわ、閲覧どうしたのとか、かそったなとか言われるんだけど、俺ずーっと200とかキープしてるのよ。ずーっと。で、お前配信やってじゃあ200何年間もキープできるのって本当に思うよ。お前できんの？みたいな。それを言ってるやつは、できないでしょうっていう。横のつながり大事だよ、結構。だってさ、なんつうの、俺、東京のどっかしら一日プラプラしてるだけでさ、2、3人に声かけられんの。通行人とか配信回してない時に。で、なんつうかさ、すげえなと思うけど。売り上げは落ちてるね、ピークよりも。俺はツイキャスの時20人になってたね。リスナーは配信する気ないよ。いや、そうじゃなくて、なんつうの、閲覧落ちたとか、かそったとか言うけど、なんかね、俺はよく思うんだけど、リスナーはリスナーはっていうのを逃げにしてるけど、だったらそういうこと言うなよと思ってて、なんか、金杯さんのリスナーが自分が金杯の実力と勘違いして、誰かを揶揄したりすんじゃん。いや、金杯の方がすごいとか言って。いや、そうじゃなくて、すごいって言っていいのは金杯さんだけだよって俺は思うの。本人の実績じゃん。で、自分の実績がないから、誰かに、すがって、誰かの実力を自分の実力って勘違いしちゃう人って結構いて、俺はそれダメだと思ってんのね。そうなりたくないから、自分の、なんつうの、生き様で語りたいとは思ってるけど。俺、脇が。ツイキャス合わなかったね。俺は別にだから誰かの名前で何かを語ったりとかしないと思うけど、結構自分に厳しいタイプだと思うね。おはよう。脇がだね、俺は。脇がだけど、そんなにひどい脇がじゃなくて、ケアをすごいするタイプなの。だから、洗いが甘かったりとか、消臭スプレーつけないとやばいって思ってるから、すごいケアを小学生の頃からしてるタイプだから、あんまりバレてないとは思うけど、ひどい時臭いね、俺は。そういう考え方は俺は嫌い。誰かと誰かを比べるっていう考え方は俺嫌い。小学生の頃に言われたの。臭いって。親戚のおばちゃんに。そう。で、そこから俺は傷ついて乗り越えた。いや、ケアしたらなんとかなるレベルの人と、なんともならないレベルの人っているんだよ、脇が界には。脇が界には2種類の人間がいて、ケアしてもどうにもならないやつがいるの。で、俺はケアしてなんとかね、だから初級だね。初段。脇が初段。あ、俺チンゲパイパン。チンゲない。俺パイパンです。おはようございます。
ありがとうございます。自分で匂い分かるんだよ。じゃあ臭いとは思わないの。なんかね、もわってすんの。空気が重いの。なんか自分の周り、主に脇周辺なんだけど、なんかね、脇からね、グラビティを感じるの、すごく。空気、俺の脇から空気がグラビティなの。わかる。刺さるとチクチクするね。あ、疲れると臭くなるタイプじゃないね。あ、いや、あの、黄ばみはしないタイプだね。黄ばみはしないタイプ。黄ばむのは、だから、初段じゃないよ。脇が8段とか、それくらいだよ、黄ばむのは。毛深いからパイパンなの。ルナシーあー、そうだね、自分のうんこの匂い我慢できる理論だね。スパーリングの時とかだから、主にちゃんと前に風呂入って脇洗ってちゃんとケアするスプレーの、うんこ食べたことあるのは人違いですね、僕じゃないですね。あ、だつ俺は初段。もしもし。もしもし。もしもし、どうしたの？朝から何の話してんの？ね、しょんじゃ。え、何？朝から何の話しとんじゃ。いや、テレビの音消して、後ろの。毎回言ってるけど。うん、消した。テレビの音消した？うん。いや、朝から何の話してるか放送見たらわかるじゃん。うん。うん。放送見たらわかるよ。脇がの話？うん。そうだよ。なるほど。うん。それじゃあ、うん、バーカ、うん、じゃあ大使っていうリスナーで創価学会の会員でずっとあの創価学会入ろうって言ってくる人、うん、毎日創価学会の勧誘してくる人。誰かを叩いたら花火もらえるのはあると思うんだよ。誰かと対立構造を作ったら。だけど自分のファンではないじゃん。だからなんか息が短いっていうか、その場限りな関係だと思ってるから。だったら和道の放送面白いから花火投げるわっていう人を大事にしていかないと意味がないと思ってるね。ブロックは別にしないかな。和道ちゃんと話したい。電話かけてきなよ。全然かけてきな。やむでしょ、わかるでしょ。やむでしょ。大変なんだよ、配信者も。俺は病んでるでしょ。俺の闇は深いよ。花火は一発俺に500円入ってくる。グッモーニング。そうそうそう、応援してる人に花火投げるのが一番いいと思う。まあ別に花火に限らず風船でもいいと思うし。病んでるやつ多い。まあもともとそのインターネット黎明期はさ、こういう人たちの居場所だったわけじゃん。逆になんか今居づらいと思うよ。リア充がスマホで参入してきて。
ネットの闇は深いよ。メガホンありがとう。ニコ生は金には、クリエイター推奨ツールっていうのは導入されたけど、あんまりかな、微妙。まあ、ニコ生はこの前のね、会見で終わったようなもんだからな。もう先、未来はないでしょ。アンチ多い配信者に花火投げられたらタヌキに書かれた。タヌキを読まなきゃいいのにな。タヌキ見る人のあんまり心理がよくわかんないから。匿名で投げればいいんじゃない？匿名だったらバレないから。タヌキに書かれないから。自分のやってることが合ってるのかわからない。そんな考えてる暇なんかないでしょ。そう、やりたいことやればいいんだよ。その自分がやってることが正しいとか間違ってるとか考えてる時間がもったいねえわ。元気そう、ありがとう。元気だよ。電話いいよ、かけてきな。配信外はやめてね。俺にもプライベートあるから、配信中だけにしてね。配信外で電話しつこい人とかいるから、もしもし？もしもしももし。し？何？だから朝から何の話しとんねん、ボケ。何の話してるか放送見たらわかるってさっき説明したじゃん、俺。あ、そうか。うん、わかった。割？もデジャブだよね。ああ、アイテムありがとうございます。どうも。もしもし、ご無沙汰です。お久しぶり。いいっす、いいっす。配信は見てます。あ、ありがとうございます。コメント書いてないじゃないですか、最近。難しくでさ。何が難しいの？ あ、そうそう、かずみんちゃんさ、まあまあ、これもう配信に移ってるの分かってるんだけど、お店撤退することになってさ。なんで？お店辞めちゃうの？そうそうそう。で、また新しいお店出そうと思ってるんだけど、ほら、前に話した、じゃあね、来てよっていうことをちょっと実現したいなと。そうそうそう。そんな話で、毎回、実は見てんだけどね。あ、そうなんだ。コメント書いてよ、全然。やだよ。だって、なんかこう、難しいだもん。みんなが言うことが。あ、みんなが言うことが。みんなが言うこと難しくてさ。そうそうそう。でいも、つオープンなの？オープンは。オープンは、要はオープンっていうか、まあ、人から受けてるとこだからね。ああ、要は既存にあるお店を移るって感じなの？そう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 。そこでやっていこうかなと。へえ、そそうなんだ。う。また、詳しくは、個別で。メッセージ入れといてください。はい。ありがととんでもないです。はい。う。失礼します。頑張ってください。頑張りま失礼しす。ます。失礼はしい。失礼ましす。ます。なるほど。仕事移るんだ。ねえ、コメント書いてよね。コメント大歓迎だよ。
仕込みないよ。うん。仕込みない。仕込みなんかやってたら大変だよ。そんな台本書いてる時間なんかねえよ、配信者に。そんな暇ねえよ。台本があると思ってるのがすごいよな。リスナーってなんで台本って言いたがるんだろう。まあさすがに、あの、ごしゃぶ事件の時は俺も台本だろうって思ったよ。あ、とんでもないです。初見さん楽しんでてください。もしよかったらフォローしてください。さすがに、ロハコ事件は出来すぎてて、俺も台本じゃねえのか、これって思ったけど。当事者が台本だと思ったからね。あ、今の人はまともな人。今の人はっていうのは変な言い方だけど、うん、ちゃんと働いてて、まともな人。まともじゃない人もいるけど、まともな人もいる、うん、このメガネはなんだっけ、あの安い格安メガネだね。アルークっていうメガネ市場の下のブランドかな、うん。いや結構大変だよ、配信者も。朝起きたら40件ぐらい LINE が来て、そのうちの20件ぐらいがディズニーツムツムやりませんかって。ディズニーツムツムに招待されましたつって。殺意湧くよ本当に。あ、おはようございます。もうね、ピコンピコンピコン、朝起きたらピコンピコンピコン、ほぼディズニーツムツム。ブロックだよ、ブロック。なんなの、なんで俺のリスナーみんなディズニーツムツムやってんの。もう招待しないでほしいんだけど、本当にうぜえ。のんちゃんはね、統合失調症じゃないよ。のんちゃんは多分感情障害だと思う。のんちゃんは糖質ではないよ。頭はまともだよ。ただ、世紀末感が出ちゃうと思う。たまに薬が切れると、ヒャーってなって、もうなんか、世紀末のモヒカンみたいな感じで襲撃をしちゃうの。光浴びないんですか？もう太陽出てる、うん、いや相手にしないとっていうかね、俺の大事なファンだからね。 ああいう人たちに支えられてこの放送は成り立ってるんだよ。のんちゃん実はじゃなくて47だってずっと公表してるじゃん、うん、世紀末わかんない、うん、なんか52歳説ってどっから来てんだろうね。たまに書く人いるけど、飲み忘れじゃなくて、だから感情が暴走するんだよね。なんか、のんちゃんって誤解されてるんだけど、まったり喋ってる、こう、ふわふわしてるのんちゃん、みんな、あれが普通の状態だと思ってるけど、あれは薬が効いてる状態なの、本当は。だから、なんつうんだろう。薬をガンガン投与して、ふらふらになってて、ほわーんとしてるのは、あれは性格じゃないの。あれはキャラではないの、本来の。あれは薬でふわーってなってる状態なのよ。のんちゃんはもっとその乱暴というか凶暴なエヴァンゲリオンですよ。エヴァンゲリオン、薬で押さえつけて封印してる、うん、そういう感じだから、感情が暴走したりとかイライラしたりするともう感情が止まらなくなるっていうか、怒りっぽくなるっていうのか、うん、そういうタイプ。だからみんなが想像してるほんわかメンヘラじゃないの、うん、メンヘラっつってもいろんな種類があるのよ。いや本当のことだから、うん、そう暴走モードに入っちゃうの。 YouTube にアップされてるやん、年齢詐欺されたって。違う違う、だから元々は俺に付き合ってる時は35歳、要は俺が32歳だから3個上っていう設定でつ付き合ってたので、免許証を見たら47歳だったって言ったから、本当の年齢がバレたよってずっと言ってんのに、なんか知んないけど最近のリスナーが52歳52歳って言ってんの。めくれた方の年齢が47歳の、うん、のんちゃん最高って。そう、1分間でパンチ88発出せるとかさ、もうどん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 のりこの設定がさ、なんかリスナーが作り込んでいってさ、なんかどれが本当か分かんなくなってきてる。だからタイトルだけ読んで内容見てない人が多すぎるんだよ。
そうそうそう、のんちゃんは香川さんが大好きだったの、もともと。愛子さんだって47でしょ。愛子さんは俺に47って言ってたよ。だから同い年はっつって、うん、俺の彼女と同い年だわっつって。私の妹が13歳サバ読んでリスナーをたぶらかしてる。13歳サバ読んでんだ、すげえな、うん、そうそうそう、エヴァンゲリオンですよ。高速具で抑え込んでる。だから薬を飲まないと、あの、のりこ百裂拳みたいな状態になるの。爆走襲撃とかヤクザに喧嘩打ったりとか。あんな小さいおばさんにさ、ヤクザ喧嘩売られたらビビるでしょ。もう旗から見たらコントな感じで、スキンヘッドのタトゥーもんもんバリバリのヤクザに喧嘩売ってんだよ。ちっこいおばさんがかかってこいよーとか言ってんだよ、銭湯で。もうギャグだよ、ほんとすごい世界観だよね、うん。違和感はなかったね、別に。別に年齢と付き合ってるわけじゃないから、うん。今月の稼ぎいくら？あなたが花火くれた分だけ僕の稼ぎは増えますよ。病院通院してるよ。うん、いただけなかった。俺は爆笑したけどな。なんでおばはんなんか選んだん？うん、おばさんと別に付き合おうと思って、おばさんおばさんだから付き合うとかそういうことじゃないけど、いや別に、なんだろう、なんだろう、普通におばさんだから選んだわけじゃない。配信だけで食っててますね、はい。うん、あ、窓から人参投げるね。これでも食っとけっつってたのね。知らない、石野の彼女が50歳なのかどうか知らない。おはようございます。その感覚でリスナーが離れたんだと思う。別に離れてないからね、リスナー。別にリスナーの数変わってないから、フォロワーどんどん増えてるからね、うん、別に離れる人は離れていいと思う。本当に愛を分かってないリスナー多いな。あー、愛ね。いや別に怖いとか怖くないとかじゃなくて、別に嫌いだったら別れるんでしょ、うん、怖いとかないよ、うん、ていうかのんちゃんが俺に危害加えたこと一回もないからね。のんちゃんが俺のことどれだけ愛してるのか分かんないんだよ、みんな。そういうこと言う人は、うん、今日パチ屋は行かないよ、うん、いや彼女整形してねえわ、うん、なんで警察に突き出した？なんで、いやだから俺のパソコン勝手に触って、あのフワッチのアカウントバンしようとしたから、それは怒るでしょ、うん、配信するのが嫌になるのはたまにあるけど、ニコ生の時はもう3ヶ月に1回っていうか、もう毎日悩んでやめたいやめたいって思ってたけど、ふわっちに来てからなくなったね、うん、危害加えてる、違う違う、俺に対して危害を加えてないっつうか、まあいいや。頭大丈夫か？はい、大丈夫じゃないですね。はい、若津。荒野稼いでるでしょ、ずっと。おはようございます。いや、その時はだから連れて行ってるの。なんだ、話が分かんねえ人多いな。危害が加えられたら別れたりするよっていう例えで、だから警察に突き出、危害加えられたら突き出すって言ってんじゃん。
話が分かんねえのかな。分かりる。のりこのことバレてって何？最初からだって配信でずっと付き合ってるんだよ。バレてって何？何がバレたの？何がバレたの？いや、ブロック、あのね、キツネ枠はブロックしても、この枠だけブロックなの。だから、リストで見れないらしいよ。なんだっけ、金のわらじを履いてでも、年上の嫁をもらえだっけ。で、ドルさんに言われた。ドルさんに言われたのは、金のわらじを履いてでも、年上の女房をもらえだ、とか、なんか言われた。なんか名言っぽいことを残して車から出ていったね。なんかなんでそんなに人の恋愛に口出すのかよくわかんないんだけど、俺が好きで俺がなんつうの女性と付き合ってて、なんで文句があんのかよくわかんないんだけど、何がそんな不満なの。誰にも迷惑かけてないでしょ。誰にも迷惑かけてなくない？なんで俺がさ、のんちゃんと付き合ったらさ、こんなに言われないといけないの？本当だよね。ドレさんに言いたいよね。お前が金のわらじ履いてても年上の女見つけてこいよな。どこが好きか？のんちゃんの。いや、俺はいつも言ってんだけど、俺は世界で一番俺のこと好きなんだよ。俺、和道大好きなの。和道が大ファンなの。で、のんちゃんに聞いたら、私も世界で一番和道さんのこと好きって言うから、お前もみたいな。俺も和道大好きなんだよねみたいな。息、なんだっけ、息統合。お前も和道好きなのみたいな。俺もなんだよねみたいな。そんな感じ。趣味が一緒だったの。何人目の彼女なんだろう。っていうかさ、彼女の数なんて数えなくない？セックスした女を数えるとか、なんか彼女の数数えるって俺悪趣味だと思うし、なんか気持ち悪いわ。男として数えたことねえわ。数えないでしょ。数えないやつって、モテ、数えるやつはモテないやつだと思ってるね。モテないからカウントしないといいんでしょ。セックスレス気味かな、ちょっと。女の数数えてんのキモいよね。いや、そうでしょ。気持ち悪いでしょ。彼女できたことない。俺と同い年だけど、あー、いやー、ごめん、なんか。あー、なんかごめんね。なんかごめん。悪かったわ。爆走のことをどう思う？どう思うっていうか、俺はなんか、あれは、なんつんだろうな。なんだろうな。なんか、安い。スナックの女みたいな、安いスナックのチーママみたいな女だなっていうか、田舎の方にあるどうしようもないけどなぜか人気の、なぜか人は混んでるんだけどどうしようもねえ、なんかスナックのチーママっぽいね。わかる？付き合って1年ぐらい。わかる？なんか安いスナックのでもなんか人気でのチーママみたいな。そんな印象。26って言い張るタイプっていうか、絶対26じゃないだろって、店出た瞬間客のリーマンとかが絶対違うだろって毎回ネタにするみたいな。でもそのスナックにいる時は26設定を固くなに守ってあげるんだけど、お前子供いるだろみたいな。そう、
客全員とやってる。そうそうそう、そんな感じ俺の印象は、うん、のんちゃんは水商売できないよ。水商売の匂い全然しないでしょ。のりこ、のんちゃんは水商売できないよ、うん、育ちが出てくるもん。ワド応援するわ。 ありがとうございます。え、のんちゃん若い頃めちゃくちゃ美人だよ。のんちゃんの若い頃の写真見たことないからそういうこと言うんだよ。のんちゃん47。のんちゃんめちゃくちゃ可愛いよ若い頃。まあ今でも可愛いけど、だからなんかそののんちゃんの若い頃の写真見たことないんだよ。若いの見たけどブス。え、見たことある人手を挙げて。じゃあのんちゃんの若い頃の写真。のんちゃん結婚したことないでしょ。知らない。別にしてたとしても気にならない。昔見たことない。見たことあるでしょ。いや普通に顔立ち整ってると思うよ。見たことあるよねみんな、うん、見たい。ちょっと待って、もうのんちゃんに許可もらってるからね。この写真は出していいよ。ちょっと待って、のんちゃんの若い頃の写真。のんちゃんの若い頃、昔の話出す必要あるのって。いやいや、あのそれさ、あのなんつうの、もう話をするなみたいな日常会話ができねえやつだろ。会話をしてる最中に話をこしょるやつって俺頭おかしいやつだと思ってて、多分友達できねえんだろうな、そういうやつ。会話をする資格がないでしょ、うん、趣味悪いかな。のんちゃん普通に美人だと思うんだけどな。俺はね、俺はそう思ってるよ、うん、あ、若い頃あった。行きます。のんちゃんの若い頃の写真出てきたんで行きますよ。行きます。あ、間違えちゃった。かわいいでしょかわいいでしょめっちゃかわいいでしょ。あ、ごめんごめんごめん、これはいけるっつってお前らの方が趣味悪いじゃねえかよ肌ツヤがいいっつってね、お前らの方が悪趣味だわ。でもね、みんなね、ロハコさんのこと小さいと思ってる人多いでしょ。いつもね、言うんだけど、自販機と比べるとこんなでかいんだよ。ロハコさんって超でかいんだよ。だから、会うとね、毎回笑っちゃうんだよね。ロハコさんってめちゃくちゃでかいんだよ。すごいでかいでしょ。なんかね、その、遠近感が狂うんだよね。俺、小さい人だと思ってたの。超小柄な人だと思ったけど、自販機と比べるとね、いや、ロハコさんってめちゃめちゃ身長でかいんだよ。そう、なんか小さい人だと思ってる人が多くて、そう、めちゃめちゃだからキャラクターすごいんだよ。初めて見るとびっくりするんだよ。ロハコさんってこんなでかいの?みたいな。そう。ロハコさん超有名人だよ。いやもうほんと稲中の世界だよ。ロハコさんはもう超でかい。で、あのキャラクターだから、すごいんだよな、なんか。ちょっと待って、のんちゃんの写真探そう。のりこだぜ。ちょっとなんだよ、写真が見つからないんだよね。花火ありがとう。花火ありがとうございます。匿名さん。顔、いや、顔、まあまあ、まあ、とにかくでかいね。身長がでかい。いや、すごいよ。なんか、本当に。ロハコさんは。キャラクターがすごい、本当に。びっくりする。のんちゃんの写真出てこねえな。のんちゃんの写真。のんちゃん、臭くないよ。
のんちゃんが47歳なのがバレた時の写真は出てきたけど見たい？のんちゃんが47歳なのがバレた時の写真が出てきたけど、それ見る？見る？どう？47歳なのがバレてへこんでるのんちゃんの写真が出てきたけど見たい？これがそれリアルタイムだね。3時間ぐらいずっとこの状態だった。のりこはもう死んだっていう名言が出た時だね。のりこはもう死んだっていう名言が出た時、ずっとこの体勢で2時間泣き崩れてたからね。泣き崩れてた時、うん、土下座っていうか、のんちゃんへこむとこの体勢になるのね。だから家から帰ってきて、だいたいこの体勢でいる時は怒ってる時の、怒ってるか悲しいとか、へこむとこうなるの、丸くなるの、のんちゃんで。これで3時間ぐらい動かなくなるの。のんちゃんはだいたいこうなるの、うん、へこむと、へこんだり怒ったりするとこうなる。のりこの写真出てこねえな、うん、あった若い頃の写真出てきたよ。付き合って1年ぐらいだね。これのんちゃんだね。これだね。これが若い頃ののんちゃん。ごめんごめん、遅くなってすいませんでした。冴えない普通のブス寄りの顔。、うん、すっぴんでこれならまあ美人なんじゃないの、わかんない、30歳とか20代後半とかじゃないの、微妙。若い時美人だと思うよ。酒井真希に似てる、うん、まあ、普通に美人だと思うよ。何年前？ 10 年以上前じゃん。わかんないけど、うん、いや顔変わってないでしょ、うん、あれ、お待たせしました。ねえよ。、うん、いや爆笑だよね。、うん、美大に通ってる頃じゃん。だからあの映画のスタッフみたいで、 美大でしょ、美大でなんか作ってる時の格好なんでしょ。メガホンありがとう。なんか作ってるんでしょ、うん、普通に美人だと思うけどね、うん、もっと若い頃の、多分もっと若い頃これじゃない、うん、もっと若い頃これでしょ。なんか変わってないような気がするけどね。多分これ20代前半とかじゃないの、多分これさっきのより若いよね。これのんちゃんだよ、のんちゃん。だからバカチョンカメラで撮ってる感がすごいよね。いや別人じゃないよ、のんちゃんだよ。そんなに変わってないと思うけどな、俺とかも。別に変わってなくない？目の大きさ違う？いや目でかいじゃん、うん、
バカチョンカメラって韓国人を揶揄するネーミングじゃないからね。結構誤解してる人いるけど。あ、メンヘラ感がすごい。まだ病んでない頃だからね、これは。大学に行って、ぶっ壊れたらしいよ、のんちゃんは。じゃあ、多分ね、肌の質感言ってんだけど、のんちゃん病気なんだよ。肌かきむしっちゃうの。今最近だいぶ良くなったけど。だから、スノーだとこうなるんだ。これ面白かったよな、のんちゃんが。のんちゃんはブスじゃないっつって、この写真を見ろって言った時に、スノーって書いてあった時、俺ら爆笑したよ。スノーってなんだよっていう。そう、のんちゃんの自信作だからね、これ。加工してるじゃねえか、お前っつ。親は結構上だからね。そう、スノーで頑張ったの、のんちゃん。これは笑ったよ。あ、チョンって頭が足りないって意味なの？へえ。知らない。俺は過去には興味ない。いや、朝鮮人をバカにした言葉じゃないんだよ、バカチョンカメラって。韓国人の被害妄想の在日の。バカチョンカメラ語源で調べてごらん。いや、のんちゃん面白いよ。すごい背低いのよ。もうちんちくりんなの。付き合った頃とかすごい面白かったよ。のんちゃん雨の日にくるくるなんか外に出ようっつってコンビニ行こうっつったら、のんちゃんがいきなり 外でくる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 回り始めたの。なんかバレエダンスみたいな感じで、くるくる回転しながらのんちゃん叫んでて、何言ってんのかなっつったら、のんちゃんは無敵だーって言ってたから。 面白くない？やべえなこいつと思った。のんちゃんが玄関の前でくる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 こうやって回転してんのよ。くる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 。で、なんか叫んでん。いや、面白いでしょ。のんちゃんは無敵だーって言ってたから。いや、面白かったよ。狂気。狂気だよね。俺はカメラ回さなかった自分を悔やんだけどね。え、B 級映画の B 級ってどういう意味なの？ A、B の B じゃないの？世にも奇妙な物語。 俺、クンニストだわ。クンにしない男はマナー違反だと思ってるわ。変身中だったのかな。子供みたいだよ、のんさん。ふわっちなくなったら YouTube かな。包容力なんかないよ、俺に。俺、全然ないよ、包容力。ないないない。俺、子供だもん。気違い。もらい泣きしたの？なんで？100分花火一発。あるかな？
のんちゃんがなんか知んないけど、ネガティブキャンペーン貼るからね。なんか俺のことをひどい男にするからね。車乗るときはだから薬の飲まないとか対処してるよ。俺と付き合いたい女なんかいねえだろ。そんな物好きいねえよ。おすすめのカップラーメン。俺カップラーメンもう10年ぐらい食ってないね。カップラーメン全然食わない。包容力なんかないよ俺。昼間買い出しっていうか、俺が寝てる間に洗濯物とか買い物とか全部やってくれてるね、のんちゃんは。だティッシュペーパーとかトイレットペーパーとか洗濯物とか、まあ朝起きたらなんかバターチキンカレー作ってくれたりとか、チャーシュー丼食いたいなーってぼやいてたら、朝起きたチャーシュー丼作ったよーとか。掃除はできない、のんちゃん。掃除が苦手なの。B 級って A 級に比べてしょぼいとかランクしたみたい。俺はそうだと思ってた。低予算で作ったって意味。あ、そういう意味なんだ。あー、知らなかった。ありがとう、勉強になったわ。包容力あるのはのんちゃんの方だと思うね。駐車場代10万もいかないけど、それに近いぐらい行くでしょ。結局ね、石野は、今事件になってて、ホームレスやってるんだけど、目の前にお世話になってるホームレスが、最近水鉄砲で撃たれるんだよ。で、石野は悔しくて、その時に動けなかったんだって。助けらんなくて。で、その事件のこと知って、要は自分の段ボールから出れなかったの。で、後からそんな自分を恥じて、アマゾンで催涙スプレーを買って撃退してやろうって、自分を変えたくて。で、ポケットの中に催涙スプレーを入れてたのね。で、はい、外配信してたら捕まったっていう。なんで護身用のもの持ってて捕まるんだっていうね。結婚はだから別に俺とのんちゃんの問題だから、ついてないよね。だから今週の土曜日、俺もその石野にくっついて、その悪ガキと捕まえてやろうと思ってるね。A 級映画公開作品か。じゃあ、森達也さんのフェイクとかが B 級映画になるのかな？知らない、ドルさん配信休みか。ドルさんに聞いて。未公開作品。要は、あれでしょ？なんか、流通に乗っかってるかどうかってことでしょ？でっかいところに。渋谷のさ、なんていう映画館だっけ、あれ。ユーロスペースとかで公開されてんのが B 級になるわけだ。あ、ドルさんはね、配信休むときは女がいるときだよね。俺、フェイクすごい良かったんだけど。最後最悪ではなかったね。むしろなんかすげえ笑えたね。爆笑したね。あれはなんか皮肉が効いててすごい良かったね。森達也さんの皮肉が効いてて良かった。和道くん応援してるよ。その気持ちをアイテムにしろっていう。アイテムにしろっていうじゃなくて、本当に応援してたらアイテム投げてくれるはずだと思ってる。アイテムしろっていうわけじゃなくて、俺はそのいつも言ってんのが、応援してるよって言ってアイテム投げない人は別にいいんだけど、それよりもアンチコメント書いて、お前のこと嫌いだけど頑張れよって言ってアイテム投げてくれてる人のことの方が大事だっていうことをずっと言ってる。俺が言ってんのはそういうことね。だって俺はさ、飯食いたいっつっててさ、夢があるっつってさ、毎日配信もお金かけてやってるわけだから、本当に応援してたらそれを守ろうとするのが普通だと思うけど。キング V 大っ嫌い俺。オフパコとかしないよ。最後自分で考えろ。あ、そういうこと、そういうこと。金かかってるよ。だから別に本来の意味の応援を履き違えてると思ってるかな、俺は。
配信休む、今月2回休んだかな。うん、休んだっていうか寝過ごすって感じ。あの体が疲れて、スパーリングとサバゲーが被って疲れてて、その20時間ぐらい寝ちゃったとかで、日付がずれてその1日営業日分ができなかったとか、そういう感じだけど、起きてる時間はやってるよ。あのさ、配信で飯食ってってんだから金かかるでしょ。うん、おはようございます。風船ありがとう。新宿済み全然良くないよ。あーすごいよね、 25g の体でこんだけ賢いんだもんね。脳みそなんかこんなんだよ本当に。新宿っつっても安いもんだって、家賃6万だよ。鳥は頭いい。鳥っていうか生物はすごいよね、やっぱりね。びっくりするよね。今月と、先月かな。先月撮ってない。それ以外全部撮ってたけど、もう最近リスはいいやと思って。もう厳しいよね、やっぱ大手がいっぱいいるから。趣味が生活、別に趣味ではないかな、遊びが仕事って言ってる俺は。配信は別に趣味じゃないよ。絡みないね、佐野っちとはね。無情懐いてるよ。あー目が怖くて無理か。フンは、いや、いや、フンはしょうがないんだけど、すぐ取れるよ。うん、すぐ取れる。うん、最近彼女と1週間以内にはセックスはしてますけど、シャカとペコ、今2匹いる。シャカとペコだね。カゴ2つあるでしょ、後ろに。あーカラスは可愛いよね。カラスはめちゃくちゃ頭いいからね。うん、いやフォロワーそんな多くないよ俺。インコは苦手かな。うん、カラス可愛いよ。カラスのヒナとかめちゃめちゃ可愛いからね。猫も可愛いね。猫も好きだわ。うん、猫は卑怯だよな。可愛さだけで生きてるからな。あれさ、人間に可愛がられるためだけに進化してると思ってるから、猫は。ペコ。ペ。俺は猫派かな、どちらかっていうと。犬は怖い。犬は怖いんだよね。被害妄想すごいというか、統合失調症かパンチドランカーか、どっちかわかんないけど。まあ結構ひどいね。頭良すぎて僕たちは空飛ぶ中学生って呼んでた。あーなるほどね。うん、いや応援しなきゃいいじゃん。別に宣言しなくていいよ。応援したくない人から応援しろなんて言ってないよ俺は。うん、別に世界中の全員から応援されようなんて思ってないから。部屋クソだらけにならない。カゴの中でうんこするから。カゴの中のティッシュを取り替えてあげるの。下に引いてる。で、1ヶ月に1回カゴを全部洗ってあげるのね。水で。手治ったね。今、リハビリ。あのね、違うんだよね。噛むとかが怖いとか、凶暴だから怖いって意味じゃなくて、賢すぎるから怖いっていう。なんか、うまいっす和道さん、和道さんのご飯めっちゃうまいっすみたいな感じで来るじゃん。ついてきます、すげえ和道さん好きっす、守ります俺、和道さんのこと守るんでみたいな。そのなんか、ああいうなんか縦社会な感じがすごい嫌なの。そう、犬の考え方が嫌いなの。なんか、尻尾振ってさ、なんか、
散歩いいっすね、太陽気持ちいいっすね、いい天気っすねみたいな、なんかうぜえなこいつっていう、わかる？犬のそのガンガン来るじゃん、ああいうやつ嫌いなの俺、うん、すげえやだ。ノレさんは病院行った方がいいよって俺はずっと言ってるよ、うん、風船ありがとう、うん、そう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 、ヒカルくんはちょっと違う。なんかね、犬嫌いなんだよな。嫌いっつうか苦手なんだよな。なんかもっと気楽にやってくれよって思うんだよね。ラフな感じでいいよっていう。猫はそういうところがいい。うん、おはようございます。おはよう。犬系は犬が嫌いなの、うん、そうそう、ほっといてくれっていう感じだし、気まぐれで懐いたりとか自由な感じがするから好きなの。ドレさんは普通に淡々とラジオっぽいっていうか、ラジオパーソナリティみたいな感じでやってた方が俺は好きだったね。変なキャラ作りしてから俺は嫌いになって、配信はね、人としては別に嫌いじゃないけど、こんばんは。そう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 、ごますってる感じがすごい嫌だ。過疎の頃すげえ面白かったよね。同意見だわ。演技地味できたっつうか、染まったって感じがして、配信者になっちゃったっていう。なんかドルさんの最大の魅力がなくなっちゃったんだよね。捨てるタバコはね、アメリカンスピリットのメンソールライト。なんかその、大本芸とか、なんかコメント沸かせる技術みたいなのを覚えてから、なんか普通の配信者みたいになって面白くなくなったね。俺は S とか M とかないと思ってる。そんな二元論で語るほど浅くない。犬飼ってたことあるよ。え、配信歴浅い人に俺敬語使わないとうるさいってないよ。荒野に俺タメ口聞かれてるし、ヒカルくんにタメ口聞かれてるし、あ、ヒカルくんはタメ口聞かないか。テルチャンピンとか俺全然言わないよ。石野とかにも言わないし。どういう風なこと言ってんの？配信歴浅いやつに敬語を使わないとうるさいなんて俺一切ないよ。テルとかタメ語だよ。荒野もタメ語だよ。うん。すごいね。上下関係気にしないよ俺。関係ないよね。俺全然気にしないよね。なんか勝手に印象操作するのやめてほしいんだけど。なんか舐められて、それが舐められてると思う人って、要は縦社会派の人なんだよ。多分。俺はなんか年齢が上だから何なのっていうのあるけどね。ただ早く生まれただけでしょっていう。なんか変な宗教やってるみたいで俺は嫌だ。俺普通になんか笑ったり泣いたりとか、普通に意見してくれる人の方が付き合いやすい。うん。つかその二人もタメ口だからって。だから、しかし、俺がそれを注意してたらそのコメントは言ってること正しいけど、俺そこを注意してないよっていうことなのよ。別に荒野が誰かっていう話じゃない、そもそも。前提の条件がずれてる。教養がないっつうか、なんか変な新興宗教に思えちゃうんだよね俺は。それがなんか気持ち悪いなと思って、早く生まれたから何なんだろうみたいな。もう全然気にしてないよ、うん、俺は敬語は使う派だから、俺は使うから、
ただ俺に対しては強要はしないよっていう。俺はなんで敬語使うかっていうと、あのリスペクトが大事だと思ってるから。俺は使う。でも俺に接するときにそうしなくていいよっていう。こうや顔つき最近変わった？敬語使わないやつはボコる主義なんだ。すげえな。ボコるんだ。犯罪者じゃん。すげえ。別にイラッと来てないよ。俺はそういう時、そういう場面を見た時、年上の人の方ができる人だなっていう風に判断する。その場面を見たら、年下の方がタメ語使ってて、年上の方が年下に敬語使ってた時に、どっちが上っていうマウンティングのくだらない争いから抜け出てる人だから、こっち側の人は普通に人格者だと思うし、社会的地位がこっちの人の方が高そうっていう判断はする。おはようございます。俺はね、いや、アイテム大歓迎ですね。はい。敬語使わない。俺は敬語使うから。俺は使うのよ。俺は使う、敬語は。だから敬語使ってないシーンってあんまないと思うよ。目上の人と話すときに。怖そうな人に敬語使うやつムカつくよね。怖そうな人と関わらない方がいいと思う。トルさんには使ってない。敬語は、俺はあいつはただのプップクプーだと思ってるから。俺はドレさんはリスペクトしてないから、あのプップク、ただのプップクプーだと思ってるから、ドレさんには使わない。使わないです。どれは友達だろう。どうだろうね。どれさんには敬語使わない。敬ってない。リスペクトしてないから。そう。プップクプーには使わない。ロハコさんにも使ってないね。え、俺ロハコさんには使ってるだろう。え、俺ロハコさんには使ってると思うよ。俺ね、他の人の配信ほとんど見ないから分かんないわ、ごめん。だから配信会の会はほとんどついていけない。申し訳ない。配信見ないんだよ。の、俺だから注意してよ。車の中で、なんか車でテルチャンピンのフットサルの企画の時に、車帰り、あののんちゃんところ乗ってったんだけど、のんちゃんが運転して座席空いてるからっつって、ドレさん乗っけてったんだけど、ずっとのんちゃん運転してるのに、のんちゃんのことロボットだろこいつとかずっと言ってんの。ずっとなんか、このノリコはあれだよな、和道の作ったロボットだよなとか言って、人の女をさ、ロボット扱いしてて、
なんか高性能なロボットだわ、閲覧は稼ぐし、とか言って散々言うから、さすがに1時間ぐらい言った時に、いや、あのねって、どれさんって、さすがに人の彼女をロボット扱いするのはないし、あなたさて運転してもらってるんだよっつって、送ってもらってる時に人の彼女ロボットはねえだろっつって、それは言ったよ。それは言った。それはないっしょっつって、そしたらなんかレプリカントっていう言葉に変えたの。 あ、悪かった悪かった、ごめんごめん、じゃあレプリカントって呼ぶわって、一緒だわと思ったけど、いや、なかなか失礼だよね。なかなか失礼だよね。いや、冗談なのは分かってるんだけど、俺に言うなら分かるの。まだ、のんちゃんがいなくて、俺に言うならまだ冗談、俺には通じるじゃん。だけど、のんちゃんとドレさんは接点がほとんどないのよ。のんちゃんからしたら気分悪いじゃん。のんちゃんもそこまでバカじゃないから分かるけど、分かってくれてるんだけど、さすがにそれは失礼でしょ、つって。のんちゃんは分かってるよ。配信のことも分かってるし、ドレさんのことも分かってるから。ドレさんのリスナーでもあるから。ただ、いくらなんでも失礼だわ、と思って。それ放送で言うなら分かるだろ。本人目の前で、ロボットだろ、ロボットだろってずっと言ってんのよ。それはさすがにないわ、と思って。あ、わかるよ。それも全部わかって言ってるよ。わかった上で失礼だっつってんの。仲が良くてもダメだよっつってんの。そういうとこだよっていう。しかも配信外だからね。しかも配信外だから。いや、ジョークなのはわかってるのよ。ジョークなのはわかってても、じゃあ実際それをされたら注意するでしょ、みんなだって。例えば自分が会社の上司だか同僚だかを車に乗せてて、自分の奥さんが車運転してました。お前の嫁ロボットだよな、ほんといいロボットだよなって、冗談だとしても1時間ずっと言われたら、いや、さすがにそれないでしょって言うでしょ。言わない？だからみんな配信者だからっていうフィルターがあるからなんだよ。俺らだって人間だし、自分の奥さんをさ、ずっとお前の嫁はほんと優秀なロボットだなって言われてたら、こいつほんと空気読めないなって。それさ、なんつうの、飲み会とかで2人きりだったら正論でしょ？俺はそれをされてるんだよ。そう、1時間も言われたらさすがに、おい、ちょっと待ってよってなるでしょ。 いや、シャレで返せよっていうか、ネット脳の、そうそう、そういうこと、そういうこと、そういうこと。要はネット脳なんだよ。ネット脳なの。そう。現実とネットを区別できない人。ないでしょ。絶対ないでしょ。要はお前らがここで書いてるアンチコメントをリアルで言ってるようなもんなんだよ。バカすぎるだろうと思って。はい、初見さんいらっしゃい。ああ、ビットコインでね、2800万失った人いたらしいよね。6000万あんだ。すげえな。
あ、そっか、サラリーマン、ボーナスか、公務員サラリーマン。いいな、ボーナス。いや、別に上とか下とか考えてる時点でレベル低いと思ってるから あの、上とか下とか考えて他人と比べてるやつって俺レベル低いと思ってんの。要は自分のこと肯定できないんだよ。下の人間とか上の人間がいないと。だけど疲れるだけだから、なんか自分のやること淡々とやってるやつが俺はかっこいいと思ってる。髪の毛自分で染めてるよ。浅田真央よりも浅田舞の方に似てるってよく言われるけどね。いや、だから蓋開けてみないと分かんないよね。3年後、4年後、5年後生き残ってるやつは誰かの方が重要な気がする。5年後誰が生き残ってるかじゃないの。ビットコインは上がるって言ってるよ。ビットコインは上がるけれども破綻するっていうのが俺の考え方。値段は上がるって言ってるよ、俺。そう、お姉ちゃんの方が似てるらしい。肉生の俺が良かったとか、過去が良かったとかさ、あの時のあれが良かったってよく言う人いるんだけど、タイムシフト見なよ。YouTube の動画残ってるから、それずっと見てりゃいいじゃんと思うけど、なんか先に進めない人だと思ってるから、俺は。昔が良かったっていう人は。俺全然今の方が楽しいもん。同じこと言ってる。ああ、いや、わかんないけど、同じ考え方なんじゃないの。イケボとかイケメンな人って短命。あ、わかんないわ。イケボカテゴリーとかイケメンカテゴリーあんま見ないから。てか女の人は崩れそうな、女の人は短命な気がする。30過ぎたら多分お金引っ張ったりとか閲覧引っ張るの難しいだろうなと思って。だから男の方が有利だとは思うね。年取ってからもう蓄積していくし、色恋使えないじゃん、男は。多分ね、ふわっちに来て俺がキャラ変わったと思ってる人は、俺の普段の放送を見てなかった人だと思うよ。普段から別に変わってないってよく言われるもん。で、その、ロハコ事件とかネタをやってる時の俺の印象が、そう、要はハイライトだけ見てる人は、変わった変わったって言ってんの。その、ニコ生と比べてっていうか、ニコ生の方もにわかなんだよ。俺別に普通に雑談で家で語ってたもん、ニコ生の頃から。むしろそっちがメインだったから。イケメンヒゲ男子独占してる？ 性欲まだありますね。アイラ1000万超えてないよ。だいたいマンスリーポイントの今半額ぐらい、ポイントを表示されてる部分の半分ぐらいしか取れないから、アイラは1000万稼いでないですね。ピークの手取りが700万だったっつってたから。あれ面白かったね。ワドーペンギン面白かったね。あれは確かに面白かった。ドレさんの影響受けてねえわ。ドレさんが俺の影響を受けてんの。アイラは700万。いや、違います、違います。ポイントから閲覧引いたのがもらえる金額じゃないです。違います。どういう仕組みかは俺も分かんない。そう、メガホンが水増しになってお金入らないのね。ポイントだけ入るから、メガホンは。だからメガホンのせいでぐちゃぐちゃになってる今。
昔はね、7割か8割入ってきたんだけど、マンスリーポイント。メガホンのせいでかさ増しされてるんだよね。だ収入じゃないよ、マンスリーポイントは。今は約半分とか55%ぐらいかな。半分から55%。で、メガホンが多い人は多分45%とか。なメガホンのせいでぐっちゃぐちゃになってるね。昔は分かりやすかったんだけど。半袖寒くないよ。俺、人の配信あんま見ないから分かんねえわ。ケンさんと絡みないから。で、オワコン、まあ、客観的なこと言うなら、オワコンって言われてるうちはオワコンじゃないと思う。本当のオワコンはオワコンって言われないっつうか、名前が出なくなったらオワコンだと思ってるね。メガホンって意味ないっつうかさ、リスナーさん広告見せられてさ、で、配信者にお金も入らないでしょ。だから、なんかいいように運営さんに使われてるだけだと思ってて、なんかメガホン投げてる人は配信者にお金が入ると思って投げてるわけじゃん。だからもったいないよね。そうだね、マンスリーポイントの75%前後だね。俺は70%ぐらいだったけど。そう。始まってないのにオワコンはないよな。運営さんが花火投げてるかどうか知らない。俺、運営さんから花火もらったことないから。俺はない。あ、イベントもね、アイテム加算、プラスポイントでかいからね。メガホンだけじゃないか。それもあるな。だから、収入が分かりづらくなってきてるよね。おはようございます。え、みんなは匿名の方が楽しいの、一般の普通の方が見やすいの、どっち？サムネが表示されるのと匿名、次枠は匿名の方がいいの、それとも通常の方がいいの？キツネの方がいい？どっちでもいい？300万稼いでんじゃん、関さんは。余裕で稼いでるでしょ。キツネがいい？通常がいい？どっちだろう。多い方でいこう。通常。あ、でも匿名だとアイテム飛ばないから通常にしようか。じゃあ、通常は即ブローですね。だって金になんないもん。俺はスタイルとかっていうよりも淡々とやるよ。普通にやる。暗記じゃなくて、金になる方でやる、俺は。だって、こんだけ2時間やって花火一発しか飛ばないんだもん。だから、結局ゴミみたいなコメントが増えて匿名だっつって言いたいこと言ってるけど、結局応援しないやつがグダグダ言うだけだから。そう、さっきブロックはしないって言った。俺ブロックするよ、全然。あ、いや、やっぱアイテムかじゃない。俺だって稼ぐためにやってんだもん。仕事でやってんだもん、これ。俺全然アイテム至上主義だよ、前から言ってるよ。そりゃそうでしょ。飯食えねえもん。
で、だからいつも言ってるんだけど、狐の方がアイテム上がるんだったら狐の方やるでしょ。いや、通常の方が上がるわ。一枠でだいたい8000円ぐらい稼げるから。そう、狐の方がそれよりも稼げた。それと怒涛だったら別にどっちにしようかなとか、狐の方やるかと思うけど、でしょ、普通な考え方でしょ。売り上げがいい方やるでしょ。通常の方が上がる上がる。昔よりも全体的に花火飛んでないっすね。っていうか、全体的にっていう、分散してる感じがする。配信者が増えて、花火師さんがいなくなったんじゃなくて、花火師さんがいろんなところに投げてて、要は、ふわっちのサイトの売り上げは変わってないんだけど、なんつうの、パイが増えたから分散してるっていうのが俺の印象。だいたい一枠で8000円ぐらい稼ぐね。平均。おはようございます。まあ、アイラはすごいでしょ。700万稼いだんだもん。裏引きはしないかな。花火ありがとう。ありがとうございます。将来心配っていうか、なんだろう、未来が心配だって言ってる人の気持ちはよくわかんないかな。よくわかんない。なんか、なんで将来心配になるんだろうっていう。まあでも、太い花火師さんつけてるアイラがすごくない？要は、太い金持ちに好かれる能力があるわけじゃん。それはアイラの、二人しか投げてないって考えるんじゃなくて、その、太い二人を作ったっていうのはすごいと思うけど。まあ、結果出したもん勝ちだよ。この世界は。まあ、何事もそうだけど、結果出したやつが最強だよね。俺はケアっていうか、リスナーさんと裏で連絡取ったりは一切しないわ。死ぬのは怖くないか、怖いか怖くないかで言ったら怖いけど、考えるだけ無駄だと思ってる。逃げらんないから。みんな怖いでしょ。死ぬのが怖くない人間はいないっていう。ただ考える、その考えないことはできるから。みんなと同様に怖いけど、でも逃げらんないっていうのを俺は分かってる。だから考える意味がないっていう。頑張ります。ありがとうございます。のんちゃんが投げてると思ってんの？のんちゃんも投げてるよ、アイテム。だけど、ランキング的に言ったらそんな上、結構投げてんな。あ、思ってたより投げてたわ。ランキング上位だった。びっくりした、今。のんちゃん結構投げてるわ。北朝鮮別に怖くないっつうか、俺は北朝鮮なんて国はないと思ってるの。まあ、少なくとも俺とは関係ないと思ってるね。まあ、あるのとないの一緒だから。
別に北朝鮮とか行ったこともなければ、北朝鮮人とか知り合いにいないし、あるかないか考えても意味がないと思って、うん、だからそう無駄なことを考えるのって無駄だと思ってるから。のんちゃんはお嬢様な、お嬢様でしょ、どっからどう見ても。お前に関係あるのは何なの？いやだから石野康介とか浅井さんとかのんちゃんとかどれさんとか付き合いあるてるちゃんぴんとかひかるくんとかじゃん。いやだから不安に思ってる人は不安に思ってればいいんじゃんっていう、うん、別にそこをディスってるわけじゃないの。よくわかんねえわっていう、俺は考えないっていう。ライラは全然いなくなったね。俺もいつ放送やってんの見てみようかなと思ったんだけど、夕ご飯何しようかね、わかんない。あのね、別にね、お嬢様だからとかじゃないわ。関係ないわ、そんなの。うん。のんちゃん、生ポじゃないよ。ニート。うん。あ、結構コミュ障の毛あるね。っていうか、物静かなんだよね、テルって結構。口数少ないんだよ。グモニーン、バガーありがとう、うん、いや金持ってるか持ってないか関係ないわ正直。なんでかっていうと、俺、のんちゃんから、なんか誤解されてるんだけど、のんちゃんの紐だと思われてんのよ。俺がのんちゃんに飯食わせてるんだよ。のんちゃんから、俺、金引っ張ったことなんか一回もないよ。悪いけど。ねえ、のんちゃん。ねえ、なんで俺、のんちゃんの紐だと思われてんだろうね。俺さ、よく言われんだよ。俺、のんちゃんから金なんか引っ張ってないよね、1円も。本当だよね。俺飯代も全部のんちゃん出してるぜ。全部とは言わないけど、いや本当だよ。本当のんちゃんから現金支援なんか受けてないですよ。他の配信者見ないから分かんないわ、どうやばいのか。だからそれは付き合う前の話だよ。モニターとかパソコンとかもらったの付き合う前の話なんだよ。実際アイテムもらってるよ。旅行詐欺なんかしてないから俺。のんちゃん働いてないよ。花火じゃなく直接もらえば、いや別に好きにアイテム別にしていいんだよ。うん、便利な彼女ひでえな本当に。よくそういう心ない発言をできるよね、うん、すげえな、うん、利用価値がない。まあいいんじゃないの、人のことを利用するっていう人だから人は離れていくと思うよ。南海トラフは動くと思いますか？動くと思います。うんうん、いやオカリナさんいい人だよすごく。
子供作る気ない人じゃなくて、子供はできないって、だから。質問全然いいっすよ。おはようございます。キツネ枠ですぐビキってしまいにはコメント読まなくなった。あ、いや別にコメント選ぶよ、俺も全然選ぶ選ぶ、おはようございます。本当にクズ多いな。本当匿名欄になった瞬間こんなだからね、本当お里が知れるよな。本当に匿名欄になった瞬間、俺ね日本人のこういうところ嫌いなんだよね本当に。本当に質が低いっていうか、匿名欄になった瞬間こういうコメントばっかりになるわけじゃん。いや、まあ全員が全員だと思わないけど、ひどいねちょっとね。こんなサイトに、いやお前らからはアイテムもらってないよ。こんなクズコメント書くやつがアイテム投げるわけないじゃん。だからそういうところがズーズーしいんだよ。俺分かってるの、アイテム投げる人はこんなクソみたいなコメント書かないから。クソみたいなコメント7割ぐらいだろうな。要は匿名じゃないと何も言えないようなやつらがアイテム投げるわけねえんだよ。いやそうでしょ。アイテム投げないやつほどなんか俺らのおかげでとかアンチのおかげでとか言うんだよ。柔軟性あるかな、どうだろう。ああまあ侍はそういうことしないだろうね。侍はそういうことしないよ。クズコメント多いよね。キツネにした瞬間なんかクズっぷりがやばいよね。お里が知れるっていうのはそういうことだよ。インコちゃんありがとう。ハートありがとう。ハートプレゼントありがとう。いや、まあ、これ終わったら、あ、じゃあ、あれだわ。通常枠に戻そうかな。え、延長する？どうする？延長します？この枠。まだ、匿名がいい？匿名が良かったら匿名でやるけど。どうする？あ、まあまあ、有名勢か。はい、ワード2。通常に戻す？お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。